い。皆さん、こんにちは。我々ゆうぶじです。では、今回は、大戦略、鋼鉄の旋風、日本軍プレイリベンジ、続きをプレイしていきたいと思います。前回まで真珠湾の奇襲作戦ということで、ご覧のように勝利ランク大賞を獲得しています。来たるべく、リベンジ大賞となっている、アメリカ本土決戦に向けて、このまま頑張っていきたいと思います。では、次のステージへと入っていきましょう。まあ、再三お伝えしている通りですね、リベンジ案件ということで、まあ、しっかりリベンジが果たせるように、この先はですね、ユニットをしっかり育てて、かつ編成というものも考えて進めていきたいと思います。まず、97式の戦闘機ですが、これ、はやぶさへアップデートできそうですね。あんまり数作ってないんですけども、積極的に用意はしていきたいと思います。続いて、石切港ですね。まあ、石切港は、強力ではあるんですけども、まあ、主に使っていくものは、97式の艦艦を使っていこうかなと思います。では、今回の作戦です。帝国陸海軍は、マレー半島の天然資源の確保と、東洋艦隊基地のあるシンガポールの解放のため、シンゴラ、パタニ、コータバルから上陸。まあ、これ、かなり手こずったステージだったと思います。で、さらにですね、今回、イギリス軍の艦隊、プリンス・オブ・ウェールズと、レパラス、この2隻も撃沈の対象に入っているので、これ、共に撃沈していきたいと思います。では、勝利条件です。40ターン以内に全敵司令部の破壊ということになってますね。40ターンあるとはいえですね、まあ、長いステージになると思いますので、まあ、しっかり計画立てて、プレイの方はしていきましょう。では、まずマップのおさらいからしていきましょう。帝国軍ですが、こちらに本拠地があります。で、ここから下っていくとですね、3つ拠点があります。まず1つ目。そして、ここに2つ目。で、最後が、まあ、シンガポールという位置づけになっているこちらですね。この3つになります。ここをね、しっかり破壊していきましょう。では、早速進めていきます。最初に行うのが、軽空母ですね。これを2隻ほど作りたいと思います。軽空母を作って、軽空母で、艦載機をしっかり運用しようというところですね。生産します。軽空母。で、残りは普通に配置していきましょう。まずは、歩兵。これを下ろしていって、アップグレードできるユニットは、自動車貨幣や、この衛兵なんかに、どんどんアップデート仕掛けていきましょうね。はい。では、こっからですね、少し敵の要塞部隊を突破して、前進を開始していきたいと思います。まあ、順調に来ているのかなとは思うんですけど、まあ、一方でやっぱり敵の数もすごく多いマップになっているので、まあ、苦戦もしているっていう状況ですね。まあ、しっかりここは補給をしながら、継戦能力を維持して、ちょっとでも早く突破できるように、うまくコントロールしていければいいかなというふうには思いますね。あとは前線で飛行場が欲しいので、この要塞近くにある飛行場ですね。ここもなんとか突破して確保できればいいのかなというふうには思います。要塞をまた一つ突破しましたね。で、この後育てたい野戦砲、対空砲、これは本当にアメリカ本土決戦ですごく重要だなというのが分かったので、まあ、ひたすら鍛え上げていきたいと思います。特に対空砲ですかね。敵、航空機に対して、まあ、歯が立たなくなってきてしまった時期というのが、まあ、確かにあったので、まあ、そこをね、うまく突破するには、どうしても、対空砲の力をね、しっかり活かした、まあ、戦術というものを考えていく必要があるっていうのを身に染みましたので、しっかりそこは対抗していきましょう。あとですね、
イギリス軍の艦隊なんですけども、プリンスオブウェールズの先遣隊としてですかね、駆逐艦が3隻ほど確認されてますので、これ、軽空母、それとその艦載機になっている艦艇、これで撃退していきます。では、艦艇を出していきます。魚雷攻撃で敵の駆逐艦を沈めて回りましょう。で、発艦した後はですね、まあ安全のために退避、空母はさせておきます。まあここで空母が沈められてしまうと、とんでもない痛手になるので、まあそうならないようにっていう、まあ最新の注意を払おうというところですね。はい、敵戦艦、プリンスオブウェールズ、それに、レパルス、これを発見してます。これの撃沈に今度は目的を変えていきましょう。まあ、しっかり撃沈できるようにですね、艦艇艦爆、これを連れていきます。まあ、この2隻の戦艦を撃沈すれば、まずは一安心というところで海上の、まあ、安全が担保されるところにもなるかなと思いますので、まあ、しっかりそのあたりはですね、頭に入れて、戦艦を撃沈するのを優先します。で、冷戦なんですけども、これ、増設タンクに装備を変えてます。飛行場の数がちょっとまだまだ確保できていないという状況が続いているので、まあ、そこをね、うまく、かわしていくために、タンクを使っていこうという、まあ、そういう作戦ですね。さあ、敵の野戦砲陣地、ここ敵の、まず一つ目の、司令部の近くですけども確認してますので、これを先にそうですね、一つ二つと潰しておいて、味方部隊、特に陸軍の進行をね、安全なものにしていければいいかなと思います。まあ、野戦砲は、味方からすれば強力なユニットですけど、敵に回すと少し厄介なユニットなので、まあ、確実に処理をしていきたいところですよね。ではまず敵戦艦撃沈に向けて、部隊をね、しっかり、用意していきたいと思います。まあ、戦艦と駆逐艦で撃ち合うのはもちろん得策ではないので、艦艇で、しっかり用意できるように、準備を整えていきましょう。ではまずプリンスオブウェールズに魚雷攻撃仕掛けていきます。まあ、できるだけ早く撃沈しておきたいですよね。続いて、ここは、レパルスと同じく、攻撃仕掛けていきましょう。で、残った耐久に関しては、艦爆、これを出して、なんとかね、仕留め切りたいですよね。逃がさずに、自らの手で撃沈して、ポイントも稼いでおきたいところです。まずは、プリンスオブウェールズ、これを撃沈。レパルスにも同じく、とどめを艦爆で刺しに行きましょう。撃沈です。完璧ですね。そしたら冷戦は救援に向かいましょう。ちょっとね、基地中心部、敵のですね、敵の基地中心部での攻防で苦戦が見られる状況なので、これをうまくね、打開するために、少し、冷戦は、その支援へと向かってもらいたいと思います。では、敵の中央司令部一つ目ですね。ここに対して攻撃仕掛けていきましょう。2ターンぐらいをかけて、なんとかここを、攻略してですね、次へと進んでいきたいかな、というふうに思います。まあ、味方の損害もさすがに少しずつ、そして確実に増えてきてはいる状況なので、まあ、できるだけ早くですね、敵の次の拠点、ここの攻略を目指していきたいな、というふうには思っています。特にね、育てたユニットが撃破されてしまう。まあ、これほど悲しいことはないので、まあ、そうならないようにですね、残っている耐久値に関しては、まあ、最新の、まあ、注意を払いつつ、進めていくというのが、まあ、一つテーマになってくるのかなと思いますね。では、20ターンほどかかりましたが、ここで、ようやく一つ目の拠点ですね。ここの攻略が完了しました。まあ、1ステージ、
1個の動画で進めていこうと思ってたんですけども、ここまでとてつもない時間を使ってしまったので、大変申し訳ないんですけども、一旦じゃあ今回はこの辺りまで進めたよというところで終わりにさせていただいてですね、まあ次回に関しては、まあもう少し進めて、シンガポール攻略までなんとか完遂できるようにですね、しっかりスケジューリングしていければいいかなというふうに思います。まあ本当にね、骨があるステージですよね、ここはね。